ホルヘルイス・マテオは、ドミニカ共和国サントドミンゴ出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ、MLB のボルチモアオリオールズ所属。2012年1月にアマチュアフリーエージェントで、ニューヨーク・ヤンキースと契約して、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ドミニカン・サマーリーグ・ヤンキース2で、プロデビュー。14試合に出場して打率、255、1本塁打。 8打点4盗塁を記録した。2013年はルーキー級ドミニカンサマーリーグヤンキース1でプレーし64試合に出場して打率2877本塁打26打点49盗塁を記録した。2014年はルーキー級ガルフコーストリーグヤンキース1でプレーし15試合に出場して打率七十六。 1>, 1打点、11盗塁を記録した。2015年は、A 級チャールストンリバードックス、A 級タンパヤンキースでプレーし、2球団合計で113試合に出場して打率、278,8本塁打、47打点、36盗塁を記録した。2016年は、A 級タンパでプレーし、110試合に出場して打率、254,13本塁打、 57打点、23、盗塁を記録した。また、7月には、オールスターフューチャーズゲームの世界選抜チームに選出されたが、直前の7月6日に2週間の出場停止処分となったため出場を辞退している。オフの11月18日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りを果たした。二千十七年は、A 級短保と AA 級。 トレントン・サンダーでプレーした。2017年7月31日に、ソニー・グレートのトレードで、ダスティン・ファウラー、ジェームズ・カプリー・リアンと共にオークランド・アスレチックスへ移籍した。移籍後は、参加の AA 級、ミッドランド・ロック・ハウンズに配属され、移籍前を含めた3球団合計で127試合に出場して打率。267、12本塁打、57打点。 52盗塁を記録した。2018年はトリプル A 級ナッシュビルサウンズでプレーし、131試合に出場して打率。233本塁打45打点、25盗塁を記録した。2019年はトリプル A 級ラスベガスアビエーターズでプレーし、119試合に出場して打率。28919本塁打78打点。 24盗塁を記録した。7月には、オールスターフューチャーズゲームのアメリカンリーグ選抜に選出された。2020年6月30日に後日、発表選手とのトレードで、サンディエゴパドレスへ移籍した。8月13日に、メジャー初昇格を果たし、同日のロサンゼルスドジャース戦にて、9番、左翼手で、先発出場して、メジャーデビュー。 この年はメジャーで22試合に出場して打率。185二打点1盗塁を記録した。2021年8月3日に DF となった。2021年8月5日にウェーバー工事を経てボルチモアオリオールズへ移籍した。マイナーで2015年に36盗塁、2017年に52盗塁を記録しているように瞬足が最大の武器である。 ありがとうございます。